人は神になれない、大前提があり。だから。視聴者すべてが同じ番組を見てることは、ない。そういう物言いには、反論は発生する。お前は、自分が神様のつもりか？状況は変わりつつある、言った本人の方が、その問いを受ける感じ。神の代弁者、それは、誰でもよい、のだ、それが正しいなら。神の意向それは大きな価値があり、それ、を理解し伝えることは大きな意味があり、そしてそれは誰であっても構わない。人は神にはなれない、とき、誰であろうと思い通りにはならない、それ、が再現される、それには価値が、あるのかもしれない。自分の意向が少数派だったり、願いも虚しく応援してるチームが負けたり、そこに、実は、神の意向、神の言葉それはあるのだろうか。楽しんだ結果、神様、はお題を要求する。世界は回る。